マーリンズの新監督候補に挙がっているドジャースのクレイトン・マッカラー一塁コーチはワールドシリーズ制覇によって交渉が進展する可能性があると米スポーツ局 ESPN のジェフ・パッサン記者が10月31日日本時間11月1日に報じた映像大谷翔平に泣きかけた歓喜まった35歳ベテランベンチでハグした真相 マッカラーコーチは2021年からドジャースの一塁コーチを担当し、今季は大家の走塁改革に貢献。相手投手の癖などを話し合い、昨季までのキャリアハイを大幅に更新する59盗塁、史上初50類だ、50本塁打 &50 盗塁、50から50、達成を支え、チームの世界一にも貢献した。 マーリンズは昨季のリーグ最優秀監督に輝いたスキップ・シューマッカー監督が退任。マッカラーコーチはホワイトソックスとマーリンズの新監督候補に上がっていたが、ホワイトソックスについては新監督候補から外れたと10月27日、同28日に ESPN のジェシー・ロジャース記者が伝えている。パッサン記者によると、 マーリンズの新監督候補の1人だったガーディアンズのクレイグ・アルバーナス氏が監督候補から離脱しており、マッカラーコーチは候補に残っているという。